ほう、あの小僧。結婚式か。早速王のところに。砂漠にいる。不思議だとは思わないか。どうして？奴らは本来森の住民だが、砂漠には餌になるものがない。なら何を食ってるかは想像できるんじゃないのか。アルテルア出海ザム固く助けたというか見つけたというか。たくそがいく海ザムだ。海ザム瀬戸リギキスポ。なんだそれは。ザクタアラキ東洋リワグアルスケ。こんな高価しろんラーヌテルアト。ならば家系で近々結婚おめでとう。結婚とは
相手が必要。失礼きた。もしかしてフィール、驚いたな。そういうことならカイネもつえ、偉そうと去ったらギント尊敬し、はじめまして。たく、あのカイ結果を作るなろ、一致して触った。許せれヤリサたち。ああ、やれやれ、風呂に入る時まで掟があるとは。シロは浮かんでただけじゃないか。カイネ、どうした。結婚式などというめでたい席に私が出てもいいのか。いいんだよ、王が直々に招待してくれたんだから。王はよくても周りの人間が。この町は俺やカイネの村とは違う、掟が全てなんだ。変な話だけど、掟に書かれていないことは誰も気にしない。そうか、なら我個人の価値観からすれば、かような下着姿で婚礼の場に臨むは甚だ奇妙に映るがな。もう話しかけるな、クソ吹き紙。どうした。いやなんだか寝られなくて。何か心配事でもあるのか。全然そんなんじゃないです。明日の結婚式が楽しみで、いろいろ想像してたら目が冴えてきちゃって。素敵だろうな、綺麗だろうな、いいな。フィアさん、エミールにもいつか。お嫁さん。ああ、お嫁さん。他に何がある。そうじゃないんだけどな。流亭隊。改ざんを解きて、祝い事もまたし。同意、民に束の間の待つ。こだた。それにフィーアを幸、大切な誰かを守り幸せにす。アルトルは自殺だ。対決たっさ。晴れの舞台、憧れちゃうなね、カイヌさん。知らん。もう、イギュウとラセンチコイ、アルテルはシースヨーリンチポッテチサイトズセお天気。さてれるた、いいちょ。
狼がいるぞ。奴は魔法を反射する能力を持っておるようだ。さて、キッサリヒロ、キッテスレ！カイザム、グサ、ジ、アッジ、アレ、フィア、クダイヨリリユ、タク、んだ。今追っても返り討ちに遭うだけだ。カイゼムイオリ。ラフィアルス。ねえ。ザルツ、ザルツ、ゼルガーザルツとゾルキアレル。ゾーティ、おられきたも。ユリペルワトル、カイザムタトデク、ラクルトデク、ゼルガアントイ。からつぐきててカイザムタリエキューサカイザムら夫ときて総取りリス高いオーガあのまま引き下がるとは思えぬな。ああ、今にも一人で狼を倒しに行きそうだ。放っておくのか。そんなわけないだろ。俺だって狼たちが憎い。戦うのであれば相応の準備が必要であろう。さっきのようにはいかぬぞ。わかってるぞ。戦いの準備は。ああ。フィア・ユアリル、ゼルガン・キドとヤジツ・ドレル、引き打ち決ア・アウアルテムアッタとスコス・ライダー。狼の群れがどれほどの数か知っておるか。村を襲ってきた狼どもなどほんの一部だぞ。セルシタイ。わかった。俺たちも協力する。デケワチュワセ。お前のためじゃない。
フィアのためだ。もうタイネさんは口が悪いんだから。意見が揃ったな。ならば急ぐぞ。悲劇を止めるのだ。フェロア、タグ、トッチーはアルアキント。カイザム・アクラ。ゼルガーン撃つと避けた。これでサト・アルテルア・チンクルチーラス。アルテルア・トヤリラ・フィア・クスタ・ディム・フィア・ギキタ・タトサダ・キラツヨ・リュータ・タキツシ・リュウリュウトサ・ディム・ヒョリウアイソト・フィア・トツダッタ・あ！ディム・アンダダセ・ゼントシケン・ユ・カイザムテク・アンダ・ルアミ。しか、アンダ、いえ、フィア、ロテとやりかきいそできた。と、食いてゲルだ。エルラ・ラール！エルラ、と、カイザムで！カイザムと、アイト！フィア、アイザムで！フィア、ジュレ・セキタト、とだ！ゼルガーンで！アンダ、ゼルガーン！ヤーリツ・ガッチ・クリトー階段・ゼスタル・ペラー。老体・リスラ関係かけてしたすわれ。アルムーキ・エルトチ・ギサンってきた。アルム浮き汗・ん・クユーリエ。押してキルタチ・エクク・ギリス・アーガイ。え？カイザムより息おつじでくご。ユラ。カイザムチツストジー、おあくれたしユリア。こうだたチより歌え。ゼルガン立ち飛ぶだ。リー行ってくたい。ティーエのためだ。行くぞ。
呪われきゼルガン、セダト、ヒュッド、アキン、月大使。スラエ、フィア、ゾウ、ゲンカ。ダクソトクラサイロスと意識シウデンライアリス・テッチ。フィアはこれまでも十分幸せであった。こうもちろんあの娘ならきっとそういうはずだ。フィアの誇りだった立派な王であれ。ダイト、リッチュライル、カイザム、チッタだ。ケテ大祖とチッタってるんだ。やれやれ、また起きてか。ラーヌ・ペルワ、トンリアルテルワ、チオワル。アンダ・トシトシ、アルテルワ、ヤリル、ロ、フィア。王様、かわいそうです。全て魔物が存在するからいけないんだ。今はロボット山の弟から手紙が来ていないか確認しに戻ろう。体中砂まみれだ。体力を持っ、いや、大丈夫か？平気だ。ありがとうしよう。体力が減っておる。次は気をつけろ。手紙が来ているようだな。いろいろ世話になってるし、話だけでも聞いてやろう。ロボット山に行くぞ。
いらっしゃい。武器仕上がっていますよ。ああ、ありがとう。その武器なら。なんだ。お二人にお願いがあります。お願い。兄さんの仇を撃ってください。ずいぶん物騒なことを思いついたな。思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきたのはこのためなんです。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら。そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと。魔物がいるのか。はい。心は決まったか。ああ、やってやる。お願いします、あのロボット。ところで本日はどんなご用ですか。ありがとうございます。We'll be right back.
Thank you.
と一緒にいるだなんてどういうことなんでしょう。理由が何であれ、魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。下がよし、この穴からか。迂回するのも面倒だ。発見、愛情。
カイザー、気をつけろ。侵入者発見、排除する。魔物がいるぞ。魔物が指示を出しておる。足を狙って倒しましょう。魔物を倒せ。排除する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 。防衛、私の職務。魔物が、くそ、あれは魔物だ、魔物なんだ。この辺でもういいだろう。俺はやりましたよ。これからはいくらでも強い武器を作れます。任せてください。わかった、わかったから。憎悪と狂気では心は癒すことはできぬ。でもそうするしかないんだ。愚かな。そうだな。
ポポルさんが神話の森に何かありそうだと言っていたな。あのやかましい連中の村か。気がめいるな。